今回の速報健康ナウは、水の飲み過ぎによって体がむくんでしまう水中毒の改善方法を教えていきます。水中毒っていうと、実は水を飲み過ぎたおかげで体全体がむくんでしまっているような状態になります。これは水を飲んだのが昔の水分と新しい水分、これが入れ替わることなくずっと溜まってしまっている状態になるんですね。そうなってしまうと体の中にいわゆる毒素が溜まってしまうような状態です。水分っていうのは常に新しいのを飲んだら古いのが外に出されて入れ替わっているようなことになっているんですけども、それが適切に行われない状態になってしまうんです。そうなると体全体が何かしんどいとか、食欲がなくなったりとか、すぐ体が痛みが出てくるといったような、ちょっとこうちゃんとしたような状態、ふわふわしたような状態で、はっきりした痛みとかそういうのが出てこなくても、なんかしんどいというわけのわからないような体の状態になってしまうんですね。そうなってしまうと非常に体がだるいのが長期間続いてしまうので、非常にこう精神的にも疲れたりとか、あるいはいろんなところに、どんどん痛みが出てきて、こんな本当の、神経痛が出てきたりとかといったような具合で、体がどんどん悪くなっていってしまうんですね。それを未然に防ぐためにも、ただ水の飲み方とかいうのをしっかりしていかないといけないんですけども、まずは体の中の余分な成分をしっかり外に出るように体を調節する必要があるんです。基本的には体の方の水分を抜くために、まずはよくむくみがたまりやすい足の方からの調節を行っていきます。やり方は非常に簡単で、この足の甲にあるこの骨の溝ですね、足の溝のところ、こういうところを、足の指に向かって押していくんです。ギュッギュッとギュッギュッと押してもらった後に、今度は足の裏のところに手をこう合わせてギュッギュッと押していきます。ちょうどこのような状態で、こういう状態ですね。でギュッギュッと押して、足がこうちょっとこう丸くなるようなかまぼこみたいな感じになるような感じでこう押して刺激をしてあります。そうすることによって足の裏にあるツボが刺激されて、成分の代謝がまず良くなります。そして足の方にむくみがたまりやすいので、それを改善すると今度は水の流れっていう循環が良くなってくるんですね。そうすると今度は水を外に出そうという働きが起きてきます。そしてその次にやってもらいたいのは体の調整なんですけども、まず水を飲んだらお腹の方に入って腸の方に行きますよね。その腸の動きを良くするための体操です。普通に立ってもらっても座ってもらってもいいんですけども、立った状態だと腰に手を当てて前の方にへそに向かってこうお腹を押し込んでいきます。そして、今度はへそから上のところ、ちょっと上です、斜め上のところを斜めのへそに向かって押すんです。そうした後に今度は胸のところ、ちょうど肋骨のあるこの下から下に向かってさすっていきます。その後に足の方、この太ももなんですけども、太ももをこのように両方押していくんです。ちょうど椅子かないから足をちょっと引っ掛けたりとか、座ったままでもいいですけども、こうやって押していきます。これ両方繰り返していきます。そうすることによって、この内臓に溜まった水だったりとか、体の調子が低下してしまって水分の吸収がうまくいっていないときに、この体操をしてあげると水中毒と水の入れ替わりが行われてきます。これを繰り返すことによって何日かしてくると体の調子が改善の方へ導いてきますので、一度体がむくんでるなっていうのを悩んでいる方はぜひこのやり方を試してみてください。